かりますか？実はですね、私が小さな頃からずっとずっと大好きな童話作家さんのサイン会に当選したんです。はい、当選通知を受け取ってからずっと興奮しちゃっていて、あ、でもまだ夢みたいだなって思う気持ちもあって。そうだ、先輩にお願いしたいことがあるんですが、いいですか？先輩ならそう言ってくれると思ってました。おしゃべりの練習に付き合っていただけないでしょうか？サインをしていただいている間、作家さんとおしゃべりをすることができるんです。それで本の感想や感謝の気持ちを伝えられたらと考えているのですが、うまく伝えられる自信がなくて。いいえ、言いたいことが多すぎて限られた時間の中で話し終える自信がないんです。はい、憧れの存在です。10秒、長くても20秒程度だと思います。よろしくお願いします。新刊の発売おめでとうございます。先生の作品は幼稚園に上がる前から拝読しております。はい、握手をお願いできませんか？先輩の手、あったかい。って、ダメです！握手なんてしたら頭が真っ白になってしまいます。児童向けの童話ながらも、作品ごとにしっかりとしたテーマが設けられており、子供はもちろん大人も楽しめる奥深さに毎回感銘を受けております。中でも、ガラスの猫は本が傷んでしまうくらい何度も何度も読み返しまして、今うちにあるのは5冊目になります。やはり主人公である少女が抱える様々な、そんな、ここからが本題なんですが。聞かないでください。いらっしゃいました。それはいいアイディアです。早速新しい便箋を用意しなくては。先輩、一緒に選んでください。